はい、皆さんこんにちは、けんちです。皆さんこんにちは、てんちむです。久しぶりですね。お久しぶりです。この間のあれ以来でね、動画告白ドッキリみたいな。あ、そうだ ね、あれちょっと俺はコメント欄さ、はい、天気イケメンだったねって言われて気持ちよくなってた。でもだ今日すっげーハゲて見えるよ。やめてくれ。まだちゃんとできてないからね。なるほどね、はい、はい、まあ、ということでね、やっていきたいんですけど、今回やっていくのが、はい、伝説対決アリーナオブバラーっていう、はい、ゲームなんだけど、はい、あの新作のゲームです。なるほど、はい、で、どういうゲームかっていうと、ジャンルがモバっていうジャンルになるんだけど、うん、このモバっていうジャンル知ってる？わかんない。わかんない、うん、ね、めっちゃ簡単に言うと、うん、2チームに、5対5で2チームに分かれて、うん、陣取り合戦を行うっていう、はい、マルチプレイゲームみたいなやつなんだよね、うんうん、で結構日本ではねまだちょっと浸透してなくてこう難しい印象があるんだけど、うん、実は世界的にはプレイ人口が多分一番多いジャンルっていう風にも言われてて、テニスとかサッカーとかの中継みたいな感じで今 e スポーツっていうのが流行ってるじゃん、うん、あるのでもう普通にこう世界的にはもうテレビ番組で普通に放映されてるようなレベルのジャンル、はい、そうのゲームがスマホで本格的なやつが出たから、はい、今回ちょっとそれをやっていこうっていう。お、楽しみ。やりたい。なんでちょっとぜひ実際いきなりやってみましょうか。はい、はい、お願いします。ということでゲーム前にどうぞ。はい、ということでね、ゲーム画面やってきました。はい、まだ俺らが今このプレイしてる瞬間っていうのはリリースされてないので、テスト端末っていう、うん、うん、まだちょっとリリース前のゲームでプレイしていきます。なのでちょっともしかしたら本編は若干内容が変わってるかもしれないんですけど、そこはご了承ください。はい、はい、でこのゲームなんだけど、ユーザー数がもうすでに実は全世界で2億人います。日本人です。日本の人口より実は多いです。へー、そんなね、でっかいゲームがねついに日本でリリースされたんだけど、やっぱもう2億人とかいうレベルだとコラボがね、うん、もう世界レベルなんですよ。うーん、何とコラボしてると思う？わからないです。スーパーマンとか、バットマンとか、ね、やっぱ世界のゲームなんだなって感じじゃない？なんか日本のね、いわゆるコラボとまた違うよね。うん、なんかその DC コミックスの人気ヒーローがどんどん今参加してて、はい、でこのテスト端末でも使えるらしいんで、うん、ちょっとそれもね後で見ていこうかなと思います。はい、はい、でこのゲームさっきルール、うん、言ったじゃん、うん、5対5で自陣と敵陣に分かれて戦うっていう、うん、でもうちょっと具体的に言うと、うん、まあ、マップ、広いマップがあるんだけど、はい、このマップの中にこうタワーって言われるものと、うん、コアっていうものがあるのね、うん、コアが、まあ、言ったら相手の本拠地みたいな、うん、でタワーがそれまでに守ってるなんか前線基地みたいなのがあって、うん、これを少しずつ倒していって潰していって最終的にコアまで潜入して、うん、コアを破壊するっていう戦い方をするんだけど、はい、キャラクターが実はいっぱいいるんだよ、はい、でこのキャラクターの性能とか、なんだろうな、特殊能力とかを駆使して、うん、このコアまで到達するのをより効率的にしていくっていう、はい、で倒していくっていうゲームなんだよね。でこれがそのキャラクターっていうのがヒーローって呼ばれるんだけど、ヒーロータブを押してもらうと見えるかな。おー、すごい、いっぱいいる。そう、めっちゃいるよね。そう、これ全部で39体今は。すごい、うん、このテスト端末では39体いるんだけど、うん、さっき言ったこのバットマンとか、うん、これだよね。うん、もう完全に超クオリティ高いバットマンがいる。もうかっこいい。そう、ストーリーとかしたらね、バットマンのストーリー、ほら DC コミックスのバットマンのストーリーが、バットマンゴッサムシティの闇の正義の象徴であるみたいな本当だことが書いてあったりとか、あとは呂布、はい、こういう中国の三国志に出てきたヒーロー、まあ、ヒーローってこれは実際にいた人だけど、うん、歴史上の人が出てたりとか、はい、アーサーって多分アーサー王のことだよね、うんうん、みたいな感じでこう世界各国の伝説になった人物とか、うん、ヒーローとか、うん、あとはその空想上のものとかね、フェニックスとか、はい、うん、そういうのが、まあ、出てくると、はい、まあ、だからいわゆる伝説対決だね多分。なるほど、うん、いろんな伝説のヒーローが集結してそれぞれの能力を駆使して戦っていくっていう。おー、すごい。もうすでにその時点で結構胸熱なんだけど、うん、まあ、早速ね、じゃあプレイしていきますか。はい、お願いします。はい、ということでやっていきましょう。で今回はちょっとテスト端末なんでマルチプレイでしてもみんなまだ俺と選手しかいないから、うん、プレイできないんでカスタムマッチで AI 戦をやっていこうかなと思います。はい、で AI 戦って言っても実は AI すごい頭良くて、結構難しいから、はい、ちょっと頑張って戦っていこう。わかりました。はい、じゃあ、ついていくんですね。そうね、2人で絶対協力しないと勝てないから。わかった。はい、で俺は呂布を使っていきます。はい、じゃあ自分はバイオレット。バイオレット、 OK。 使っていきます。でこのゲームとりあえず大事なのが、うん、死なないこと。
なるほど、うん、あのやられてしまうと行動不能になってしまう時間の間に敵にめっちゃ侵略されちゃうのね。だから絶対にやられないことっていうのをあの意識しないといけない、はい、でゲームが始まるとちょっと分かるんだけど、うん、あのミニオンっていう、うん、俺たち5人のこのメインのヒーロー以外に、うん、そのなんか自分の陣地からこう敵を倒しに行ってくれる、うん、なんかちっこいコンピューターみたいなのがいるね、うん、でこのミニオンをうまく使って戦わないといけないから、はい、必ず一人で行動しない。一人で行動しない、一人で行動しない、うん、ミニオンがいる状態でじゃないと絶対に行動しないっていうのを心がけてやってほしい、はい、うん、でやっていくと分かるんだけど、まずこれ右ね、すべて全部でね3つのルートになって、うん、上側の真ん中、上側を行くルートと真ん中の道行くルートと下側の道行くルートで、それぞれ相手のタワーが3つずつそこに配置されてて、最終的にコアっていうものがあります。でこの青いのが俺たちのタワーだね、うん、そうそう、このタワーに近づくと敵のタワーに近づいちゃうと攻撃されちゃうんだよね。だからまずは最初に、この敵のミニオンを倒しつつ、これ敵のアーサーってヒーロー出てきたよね、相手の攻撃をうまく避けながら、このまずはミニオンを倒して自分の能力値を上げていく、はい、で、どうやったら能力を上げれるかっていうと、右側に移動減速、俺の場合はバフっていうこのそれぞれの技があるんだけど、うん、この技の横ボタンでプラスボタンを押すと、うん、それぞれ必殺技みたいなのがあの強化されるのね、うん、でこれを強化されたら、レベルがどんどん上がっていくから、はい、まずは、レベルを上げつつ、相手のミニオンを倒してレベルを上げつつ、うん、相手のタワーを倒す機会を伺うっていうのが基本的な戦い方になる、うん、へー、難しいよねすごいね、そう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 、そうなんだよね。今能力が2つしか解放されてないと思うんだけど、はい、レベル4になると、うん、あの一番右上の、うん、まあ、俺の場合だったバフっていう能力が解放されて、うん、これが一番ユニークなあの特殊な能力なんだよね、うん、一番強い能力って言った。で今ちょうど僕たちのタワーが攻撃されてるから、ちょっと先に上がってタワーを守ろう。あー戦ってるね。オッケー、アーサーは引いたね。こっちは2人になったから分が悪いんで引いたな。オッケー、けどアーサー引かれる。オッケー、勝った。アーサー勝って、ただこれミニオンが全然ないんだよね、体力が、うんうん、だからちょっとここはいけないから一旦ちょっと待とう、はい、で待ってて敵がいない間はこういう別のジャングルの方に行くと、うん、ここら辺にもね、あの AI、 なんかミニオンとはまた違う AI がいたりするから、それでレベル上げるっていうのも可能です。とにかくタワーを攻撃するには自分のミニオンの体力マックス状態にさせて、うん、で、これも入ってきて、さあこれで多分タワー壊れるかな。 OK、タワー1個壊れた。 OK、レベル4になった。ついにレベル4になった。うん、これで一気にね、俺は攻撃力がめちゃめちゃ上がる能力を手に入れたから、うん、多分戦闘に使わないです。あの、有利に進めることができるかな。お、よし、行こうか。タワー攻撃しよう、タワー攻撃しよう。まあ、あとミニオンが1個残ってるから、今のうちに。あ、ナイスナイス。アーサー倒したね。いいね。オッケーオッケー。タワー壊します。オッケー。これでアーサー逃げれないから。俺の特殊能力に相手の移動速度を落とすっていうものがあるから。いいね。そう、基本的には速度ってあんまり変わらないんだけど、その原則を使って相手が逃げようとしたとこを逃がさないっていう。うんうん、一気にテンジムの遠距離火力で相手沈めちゃうっていうのが多分今は。なるほど。うん、強い気がする。壊れた。オッケー、壊れた。よし、ラスト。ただこれちょっとここからがね、あ、きついから、はい、まずはそのミニオンを見捨てよう。どれだけ万全の状態で戦えるかどうかが重要だから。みんなで言ったら、みんなで言ってご利用しが一番いいの。そうそうそう、みんなで言ってご利用しが一番いい、本当は。なるほど。最後の局面だけはね。できる。オッケー、朝来てるよ。減速リードは。あ、ミスった。外した。減速。オッケーオッケー。あー、いいね、減速。ナイス減速。もう一回減速リード。ナイス、いいね。あ、これちょっと待とう。これで、ここで焦らない、はい、ここで焦ると死んじゃうからミニオンを待つ。よっしゃ、今のうちに行こう、はい、あー、朝帰ってきた、早い。あ、けど一気に叩けてる。あ、これいいかも、勝ったんじゃない。あなた、ちょっと電子切れて。いや、これちょっと、これご利用していいと思うんだけどね。あ、もういけそういけそういけそう。ちょっと俺やられちゃったけど。あ、けどもう次のね、フェーズで多分叩けるから、うん、ここはもう別に今ご利用しで一気に削ってよかったのかもしれない。オッケーやれる。あ、これがれる、これがれる、カロカロ、オッケー、ナイス。いいね。そしたらこのまま一気に詰めちゃおう、はい、あ、けどミニオンがいいね。ミニオン待つか。焦らないことはないですね。そう、はい、オッケー、来た。しかも一番硬そうなミニオン来た。あ、しかも仲間もめっちゃ来た。本当、あ、これ勝ったね。行こう行こう行こう、突っ込む突っ込む。これは削り切れるでしょ、さすがに。あ、惜しかった。やったー、オッケー、最後に仲間が集結してくれた。よかったー、よかった。あれ、仲間にどっから来たんだろう。みんなね、戦い終わってきたのかな。
ね、なんか左右結構押したみたいだね、優秀、すごい。はい、ということで、はい、15対22でウィンと、はいはい、おー、勝った。そう、これね、ちなみにね、15対22っていうのはね、はい、あの優勢か劣勢かみたいなやつだね、はい、だからタワー的には多分結構向こうの方が残ってたんだと思う、うん、なるほどなるほど。ただ結局コアを倒すっていうのがゲームの目的だから、はい、勝てましたねと、うんうんうん、いうような感じかな。で今回は、まあ、あの MVP はミーナっていう、はい、AI でしたまあちょっとまあやっぱりね、俺たち初めて立てたから。そうだね、そうだね、うん、逆に言えばこれ AI がすげえ賢いってことだからね。ああそうだね、うん、AI だけでこんだけこううまくプレイできるっていうのはすごいことだなと思うから、すごい、うん、本当に手強かったね。やっぱアーサーが MVP だ、向こうだって2対1ずっと押されてたもんね。押されてた、押されてたね、すげえな。まあというような感じです。はいはい、はい、ということでやっていったんですけれども、これで、あのこのゲーム実はリリース記念報酬っていうのがあって、はい、うん、でゲーム画面の中にあるんだけど、それがクリッシーっていうキャラクターがあって、はい、これ本来このヒーローとかをこうあの解放しようと思うとゲーム内マネーとか課金が必要なんだけど、その中でこのクリッシーっていうキャラクター、はい、これがもらえます。でこれが12月28日まで、はい、でもらえます、はい、でさらにクリシーパピオンっていうこのクリシーの専用スキン、はい、これも もらえるので、すごい。そうで、クラスがメイジっていうキャラクターだから、ね、多分仲間を回復したりとかできるのかな。遠距離攻撃と、仲間の支援かな多分。おー、すごい、うん、回復じゃなくて魔法職か、うん、まあ、遠距離系だねつまり、うん、で他にも実はキャンペーンがいろいろあって、はい、まず一つが勝つまで実況キャンペーンっていうのが、これが11月30日から始まります、はい、でこの勝つまで実況キャンペーンってどういうものかっていうと、YouTube の登録者数が100人以上のチャンネルを持っている人で、ランクマッチで勝利した動画、はい、うん、がを YouTube 上にアップしただけで、うん、もうそれだけ、これで1000円分の Amazon ギフトカードは全員もらえるっていう。すごい。そう、これすごいね、あのいいよね、太っ腹ですね。ね、でさらにもう一個 MVP 実況キャンペーンっていうのも12月中旬から始まります。はい、これも同じくチャンネル登録者数100人以上の登録者が参加可能で、はい、ゲーム内ランクが次はシルバーランク以上、はい、うん、シルバーランク以上で MVP になった動画を上げと、うん、上げると、うん、上げたら全員に漏れなくプレゼントがもらえると。へー、なんだろう、気になりますね。ね、このプレゼント内容はまだちょっと告知されてないから、はい、あの交互期待っていう感じなんだけども、はい、あの登録者100人以上のチャンネルって、うん、クラスのみんなに登録してもらえば可能な、ね、レベルだから、学校のみんなかな、学年全員に登録してもらったら可能なレベルだから全然見える数字だと思うし、はい、ぜひぜひみんなちょっとこのこれを機に伝説対決をして、うんうん、YouTuber デビューしてもね、ぜひね、してほしいですね。ね、いいかもしれない。しかもこのゲーム結構話せること多いと思うんだよね。なるほど、うん、やっぱ攻略の難易度も高いし、逆にそういえばそれだけその攻略動画を見たいっていうユーザーのニーズも多いし、はい、なんつったって世界で2億人だからね、プレイヤー。そうだよね、すごいね。2億人プレイしてるゲームなんてそうそうないから、はい、だから実況の、まあ、タイトルとしても申し分ないんじゃないかなと、うん、思います。ということで、本日の伝説対決、はい、ヘンチムと一緒にやってきました。ありがとうございました。ヘンチでした。バイバイ。バイバイ。